ちょっと、なんで？わかるでしょ？いや、何のことだか。魔がつく言葉よ。わかんない？マッサージ？迷子、マックス迷ったの。いや、現在地不明なだけ。そう、つまり迷子。迷ったわけじゃ。うわ、やばい。ナイスキャッチだね。穴に突っ込むからでしょ？うん、穴の方が向かってきたのかもよ。すごい、言い訳としては金メダル級だわ。どうも。さすがよ。ありがとう、はあ、迷子なのは変わんないけど。あのね、マックス、いいの、迷子くらい誰でもあるわ。だけどコロンブスが迷子になってこの大陸に上陸しなきゃこの国は生まれなかった。ホットドッグもアップルパイもね。コロンブスは北米に上陸してないよ。どういうこと？アジアと勘違いしてたし。それマジ？男って迷子になっても認めたくないのね。でも今じゃコロンブスを称える日まであるんだから、怪我の巧妙だね。もういいから、うんざりして死んじゃう前にキャンプ場にたどり着いて。やってる、やってるよ。何が？はいはい。いや、そうじゃなくて普通の地図は。これがそうでしょ。いや、スマホの。圏外だよね。さて、ここはキャンプ場は載ってないみたいね。看板なかった？ちょっと前見てよ。大丈夫？うん、まあ一応生きてるよ。なんだよ今のは。クマ？え、違うわ、クマじゃなかった。じゃあ何？人だと思う。マジかよ、人を跳ねたかな。わかんない、際どかったけどスレスレで当たらなかったかもしれない。どう？やっちゃったよ。見た目ほどひどくないのかも。エンジンをかける前に壊れてないか確かめた方が良さそうだ。工具を取ってトランクにやるから。わかった。そんなにひどい？母さんに殺される。助かる。うん、手伝おっか。じゃあここを照らしててくれる？はい。よし、ありがとう。
さっさと出発しましょう。着いたらキャンプファイヤーを囲んで歌って、そのまま眠りにつくんだ。キャンプファイヤーの周りで眠ったりはしないと思うけど。なんで？火がついたらどうするのよ。じゃあストーブを囲んで眠ることにしよう。なんでもここよりはマシね。どうした？そこに何か。ちょ、じっとしててよ、もう終わる。指図しないでよ。一人でフラフラするなって。どういうこと？いや、深い意味は。でしょうね。悪い、集中したかっただけなんだ。分かった分かった。それより誰かいるみたい。え？怪我人かも。見てくる。サイラス、犬の子？何これ。気味悪い。でも音は。
おいおい、何よ、調べたんじゃないよ。さっきは大丈夫だった。焦るならわかるけど落ち着きなよ。焦るどころか気がおかしくなりそう。きっと動物か何かだって。動物じゃない、見なかったの、女の人だった。今はそんなこと。よし、ほら大丈夫だったろ。ねえ早く出して。ああ、マックス、やってるやってるって。大丈夫、車の中なら安全だよ。ちょっと、もう、はあ、心臓止まるかと思った。開けなさい。こんばんは、どうしたんですか。怪我はないですか。いえ、あ、彼女が頭を。小さなコブができたくらいです。その別に騒ぐほどじゃ。本当すみません。大丈夫です、ちょっとびっくりして。一体何があったんです。その走ってたら本当に真っ暗で先がよく見えなくて、多分穴か何かに落ちちゃったみたいで、それで道から外れてこんなところに。本当この辺は道が悪いですよね。はい。あの、エンジンはそのまま。あの警官いちいち怖すぎない？警官と話したことないし。え、一度も？私は犯罪者じゃない。さて、こんな真夜中にこんなところで一体何をしてたのか教えてもらえます？ただのドライブですよ、周りさん。いけないですか？マダム、その口ぶりだと知らないようですが、この一帯は明日まで狩猟可能区域に指定されてましてね。あ、そんな、知りませんでした。道に迷ったんです、実は。どこへ向かっていたんです？ハーケット採石場です。キャンプか。ただで泊まれると思ったもので、はい。ハーケット採石場には行くな、今はな。ハービンジャーモーテルなら近くですから、今夜はそこに泊まってください。いえ、予定通り行きます。ハケットさんには行くと電話で伝えてありますし。マダム、ハービンジャーモーテルに行きなさい。いいですね。お言葉ですけど、なぜ言ってはダメなんです？私がダメだと言ったらダメなんです。そんなこと言われても納得が。マダム、車を降りて。ちょっと、なんで。何もしてないでしょう。マダム、車から降りてもらえますか。地図で道順を教えるだけですから。分かった。君は乗っていなさい。大丈夫だから任せて。ああ。よし、まず今は。この辺りです。ハービンジャーモーテルはここ。なるほど。ハケット採石場は？ハービンジャーモーテルのスタッフが
教えてくれます。明日なら。動かないで。何してる？じっとそのまま。さて、よし。綺麗になった。どうぞ車へ、マダム。ハービンジャーモーテル、寄り道せず穴に気をつけて。でも書類とかは。ごきげんよう。あんなところにいるんだよ。あなたがいて心強かったわ。どういう意味だよ。壊れた洗濯機みたいにブルブル震えてないで、ちょっとは助けてよ。優しくされたみたいだったけど。まあ私愛想いいから。じゃあ先を急ごっか。一晩のうちにいろいろありすぎて、もうお腹いっぱいって感じ。本当に？で道順は？今はここ、モーテルはここ。 OK。 でも行くのはここ。そこはハケット採石場。どうやって？別におまわりさんを引っ掛けただけ。やるな。行かなくていいのかな、言いつけ通りにさ。あのね、怪しい森で怪しい警官に指示された怪しいモーテルなんか本当に行きたい？いや全然。じゃあ行きますか。そうしましょう。マダム。まったく、あと1回でもマダムって呼ばれてたらバッジを鼻の穴に突っ込んでるとこだわ。私がマダムに見える？マダムなんて20年くらい早いっての。何？それはどうかな。やめて。俺マダム嫌いじゃないし。何それ最低。冗談だろ、誰もいないぞ。はるばる運転してきたのに。決めつける前にちょっと見て回ろうよ。まさかメッセージを残しただけなんて言わないよな。同じことでしょ。いや同じなもんかよ。すみません、メッセージを聞いてないんだ。私のせいじゃないでしょ。ほら誰かはいるはずだし。捨てられてる車で単なる時間の無駄かも。そんなはずが。ね、車に戻る。マックス、ねえ、へそ曲げないでよ。死に至らぬ傷は成長の糧となるか。なあもう行こう。
で助けを呼んでくるから。マックス、マックス、ちょっと来て。どうした？倉庫に誰かいるの。出られないみたい。なんだ、ハケットさんなのか。わからない。工具か何かで鍵を壊さなきゃ。戻ったよ、すぐ助けるから。おい、ちょっとそれ。いや、工具って言うから。もっと他にあったじゃん。見て、下に誰かいるの。誰もいないんじゃ。嘘でしょ、よく見て。見てるよ。見せて。さっき確かにいたの。わかった、わかったから。本当に？ネットで見たから、へえ。よし、俺も。ホラー映画みたいだ。ねえ、怪我してる？存在してる？ねえ、気をつけて。ネズミか何かじゃないの？違う、確かに人がいたの。ほら、今夜はいろいろ大変だったしさ、モーテルに行こう。明日朝一で戻って確かめればいいって。クタクタだろ。俺もだよ、きっとそのせい。助けて。それだ、ハービンザーモーテルに行けと言っただろうが。
か。